ういあいハリーケーはい、どうもありがとうございます。というのはハリーケーン選手紹介です。こいつ強いかったんでちょっと紹介していきます。ということで身長188cm より高い高い、利き足右スキル部分さん逆足5となっています。で、この選手は大体ですね18万ちょいぐらいで購入することができまして、まあ、比較的ね、直近出てきた中では、安い方なのかな？まあ、10万ぐらいかな？わかんないですけど。はい。という感じで、能力見ていきましょう。で、能力ですね。ケイン選手、ペースめっちゃ速くなってる。で、プラスやっぱシュートがめちゃくちゃ上手くて、で、プラスね、この人、パスも上手いっていうのはね、非常にいいのかなと思います。で、特筆すべきところなんですけども、やっぱ一番はね、やっぱ決定力とシュートのところかなと思うんですけど、あと視野だったりとか、パス。ここら辺がね、非常にいいんですよね。プラス冷静さもあって、本当にね、万能型なタイプなのかなと感じちゃいますね。で、ウィークポイントなんですけども、まあ、敏捷性、バランス、ここら辺がね、めちゃくちゃ低いので、ドリブルの細かさっていうところはちょっと気になるのかなと感じちゃいますね。で、選手トスなんですけども、リーダーシップ、ロングパスの名手、ロングシューター、プレイメーカー、アウトカブとなっています。で、連携スタイルなんですけども、俺はね、ハンターがいいかなと俺は思います。エンジンとかで敏捷性と上げてもいいかなと思ったんだけども、そうすると、加速タイプがね、控えめになっちゃうんで、俺は、長いの方がいいとは思います。で、スカットなんですけども、まあね、イングランドとね、トッテナムっていうところで基本的に困らないかなっていう感じかな。本当にイングランドと組み合わせられるし、トッテナムもね、ペリシッチが今いるんで、こいつ組み合わせてればいいかなっていう感じかな。で、置き場所なんですけども、まあトップかなと思う。本当にドリブルトップはね、まあサイトもまあいけんくはないが、まあ正直ね、トップ使ってあげたいっていう感じの選手かなと思います。というかね、早速映像見ていきましょう。はい、というかね、試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。じゃあまず操作性のドリブルからですね。全体に思いが縦に強く速いドリブルということで、ドリブルに関してはね、結構ね、重いと感じました。ただ、縦にすげえ速い。あとね、フィジカルがね、なんか思った以上に強くて、すり抜け感が非常に高いんですよね。で、こういった感じでポストプレイのような、まあ、センターバックを抱えながら何かできるみたいなこともできるので、ドリブルはね、本当に相手センターバックを抱えるみたいな感じのドリブルをね、積極にして、ほんでね、仕掛けるときに自分で突破するみたいな感じで使ってあげるのがいいかなと思います。この本当にね、縦にめちゃくちゃ速いから、こことかもね、とりあえず前に走ったらこういう事故みたいなのが起こりまくるんで、それがね、ちょっとね、このケインの怖さ、うん、凄さだなという印象のドリブルがありましたね。ここも速い。縦に速い、本当に。という感じで次はですね、パスですね。どちらの足でも通し切れるパス精度ということで、パスに関してはね、ケイン選手めっちゃうまいと思います。視野もそうなんですけど、ショートパスも数値もかなり良くて、めちゃくちゃね、パスが通しやすい選手だなと思いました。こことはね、自分で突破して中へのパス、これ逆足なんですけども、しっかり中へね、パスしてくれるっていう強さもあるので、安心してね、パスをどんどん出せるかなと思いました。なんで本当にワントップでポストプレイヤーとして使ってあげてもね、全然使えると思うし、最悪ね、自分でもね、スルーパスどんどん出せるんで、ツートップでも本当に強い選手かな。ここは本当に誇ってもいいぐらいいいパス精度かなと思いました。というかね、次はですね、シュートですね。どちらの足でも打てば決めれるシュートということで、シュート本当にね、この選手めっちゃうまいです。どちらのね、足でもね、冷静さもちゃんとあるんで、ウーチャー入るし、で、こういった感じでね、アウトカーブを持ってるんで、アウトカーブ気味に打ってくれるんですよね。それもめっちゃいい。なので、とりあえずこの選手に持たせて、ウーチャー入るわみたいな感じで打っていけば、本当にいいのかなと思いました。で、右でも左でもガンガン決めるんで、ちょっとこの選手、俺、相手にいたら嫌だなと思いますね。という感じで次はですね、AI ですね。積極的に上下運動する AI という感じで。AI に関してはですね、もういろんなところに動き回る印象かな、割と。自分でね、ボールもらいに来る動きもするので、守備の時とかはね、割ともらえる動きをするんですけど、こういった感じで攻撃の時はね、結構ね、裏へ抜けてくれたりとかする。まあいろんなところにね、動いてくれるという印象ではありましたね。こことかね、めっちゃ近くに来て、ボールくれみたいな感じのね、補助もしてくれるっていうところではあるので、本当にね、ポストプレー向きの選手なんだなーっていうことは思いますね。まあ、例えば、ツートップでもね、全然使える選手で、で、こういった感じで綺麗にね、抜ける時もあるので、割とこの選手は AI はいい AI してるなという印象ではありました。裏への抜きがね、俺綺麗なのがいいんですよね。
という感じで次はですね、良かったところですね、両足で決めまくる決定力というところで、ここかなと思います。マジで決定力高い。もう本当に決める。もう右でも左でもガンガン決めるし、クロスとかもちゃんと決めるしお前決めんなせこいなって思いながら言ってました、自分でちょっと決めすぎて俺は相手にいたら嫌な選手かなと思います。実はですね、悪かったところですね、切り返しの重さというところで、切り返しはねやっぱ重たいですね、この選手ドリブルがやっぱ重たいので、ちょっとここを狙われるとしんどいところはあるかなと思います。ドリブルは本当にねメリハリつけないといけないかもしれないですね。はい、というかで最終評価していただきます、ケイン選手でございますね。使った感じまで、こいつすげえと思った。ハンターケインめっちゃ速いし、めっちゃ決めるし、俺好きだな、こういうタイプと思いましたけどね。で、この選手が向いてる人なんですけども、パスが上手いストライカー選手を求めてる人ですね。この選手ね、本当にパスが上手いと思います。視野も90乗ってるし、パスもめっちゃ上手いし、まあ、クロスはあれかもしれないですけど、めちゃめちゃ上手い選手かなと思いますね。でですね、縦突破が早いストライカーを求めてる人ですね。こっちね、マジで長いタイプのハンターつけてたらめちゃくちゃ速い。フィジーからも思った以上にあるので、そこで突破できるっていうのが強さの表れかなと思います。で、次はですね、逆足でも決めれる決定力を求めてる人ですね。この選手本当にね、決定力がね、あると思います。もう逆足でもガンガン決めるし、こいつアウトカーブ持ってるので、勝手にアウトカーブのシュート打ってくれたりとかするし、あーすごいやりやすかったですね。めっちゃ決めんなと思ってました。で、次ですね、向いていない人ですね。ドリブルが細かい選手を求めてる人ですね。今週細かい選手を求めていると、ちょっとしんどいかなっていう感じかな。そんなにね、細かくはないので、結構重たいかなと思います。で、次ですね、スキルをよく使ってドリブルをする人ですね。この人ね、スキル3なんですよ。なので、スキル3のドリブルっていうところで使える人じゃない、ちょっときついかもしれない。本当に関係抜くタイプっていう感じかな。で、次ですね、加速力で突破できる選手を求めてる人ですね。この選手ね、やっぱ動き出しがめちゃくちゃ重くて遅いので、ここはね、ちょっと慣れるまではちょっとしんどいと思います。慣れたらいけるけど、そこを慣れてない人はちょっとしんどいかなって感じかな。で、この選手のランク付けなんですけども、まあ、S はちょっとジノラとかになってくるんだけど、こういう重い系って。まあそう考えると A プラスかなって俺は思う。パスも上手いし、やっぱ決定力が非常に高いってやっぱストライカーっていいっすよ。という感じで、ハリケーン選手の最終評価は、星 !7.5 個です。ということで、やっぱスキルの面でね、ちょっとしんどいっていうところあるので、まあそこで 0.5 下げて 7.5 にしました。でも、やっぱシュートめっちゃ決めるし、俺ケインいたら嫌ですけどね。マジで決めるこいつって思いました。という感じで、この動画もし参考になれば高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でしましょう。お疲れ様です。